お疲れちゃんです。ラットです。今日ですね、こちらエレジェイスキャラやっていきたいと思います。さあこちらですね、昨日ねラバスキャラというデッキをやったんですよ。まあこのね遅延スキャラデッキの、まあ、ナイトとかバルキリーの縦の枠ですね。はい、これがラバになってるデッキで、マジ8200とか本当もう世界1桁2桁にいってるプレイヤーがいて、ラバができるならもうラバじゃなくても何でもできるだろうっていうね、ところで今日はこれエレジェイバージョンで、はい、やっていきたいと思います。でまあエレジェイスキャラ、まあ、ポイズンかライトかすごい悩むんですよ。そのエレジェイを通すのか、まあ、スキャラを通すのかっていうところで、まあ、悩んでちょっとライトにしようかなっていう、まあ、スキャラライトニングっていうのも結構珍しいと思うので、意外とこう刺さるんじゃないかということで、まあ、遅延スキャラエレジェイいきましょう。よろしく。もうバケモンみたいな出来ですからね、こう見ると。でまあ防衛力はさ遅延スキャラと、で攻めに関してはまあ最強じゃねっていう。はい、うっ、なんか一瞬固まったっす。さあということで今回の相手はコカちゃんと青プリですね。でまあポイズンの方が良かったですね。じゃあでファイボやない、なんでファイボやない。さあまあ一旦ね落ち着き、あでも青プリには意外とエリジェイが刺さるっていう。さあまあそう考えると悪くはない。ゴルナイ、え、久々にゴルナイ見ましたね。これさ、ゴルナイって金魚できんのかな。あー、できなかったっすね。まあでもアイビズが頑張ったわ。え、エルキなんだこれ。いやー、タレコロがしたいけどバレルいたんで一旦ステイ。いやマジでこの相手のデッキは理解不能すぎてやばい。まあでもまあめっちゃ相性悪いかって言われるとそうでもなさそう。うん、なんかプリンスゴルナイいて、うーんって感じかな。もうちょっと許容しちゃおう。まあ、プリンスはボス的で受けて、だからまあ最終的に、いや、これ打っていいの？エレジェイスキャラを打てれば多分結構入ると思うんですよね、ぶっちゃけ。うん。止まんないぐらいだと思うんで、いやいや、エレジェイスキャラを目指してね、それまでは、まあほんとイチャイチャしてけばいいんちゃう？さあまさか、あいつは俺の出来は分かったようで。いや、プリンスがな、結構厄介なんだけど、まあタル使ってよかったか今。うーん、タル使ってもよかったかもね。さあもうちょっと防衛してもらえると嬉しいですね。あーでかいですね。でしっかり墓石で耐えて、ザップはねあるか分かんないけどなさそうなんだよな。まあ最後トルネで耐えましょうか。さあ今んとこまあただの、いやでもスケラも打ってエリシャも打ってるから、相手からしたらこいつはやべえデッキを使うんだなーってなってるんでしょうね。端前プリンが嫌だねーぐらいかな。あれワンチャンライトニングとか打ってもいいわけですからね、僕。さあ、まあエリジェイで釣ってく。てか、ゴルナ久しぶり見たっすね、ほんとに。で、ここはさすがにもうトルネでなんか巻き込んで処理したい。でもこれはアイビス踏んで、これ多分あるっすね。もうエレジェイスキラー組んだら終わりちゃう？そんなこともない。まだゴルナイ抜きがちょっとないね、私。まあ、ナイトがエレジェイになってるんでね。でもこれ意外とエレジェイのおかげで勝てる説もちょっとあるな。いやもうライト打っちゃう。えやべえだろってなってんだろうな、これ。スケラ打って、打って、もう、スケルトンブタギタートルネで、低めマジアチとかかな。スケブでした。で、さあ、ボス的が強いよと。思ってるダメージ入んないっすね。エレジャイプラスのスケラ。まあ、いい形を、もうちょっと組むか。さあ今は耐えですね。耐えの時間。さあ延命される。うっ、やばい、カトゥーン入った。あー痛い、カトゥーンガチやばい、笑えん、ガチやばい。にゃん、お願い、
お願いやめて、やめてやめて、お願い何もしないで僕、あー、勝っちゃった。で、よし、いやー、まあどんだけギリでも僕の勝ちですからね、ナイス。さあ、ということで、まあこんなデッキでいいならね、もういくらでもなんか作れそうですけどね、もうテンプレ1枚買いみたいな。うん。さあ、ということで、ポイでいきます。まあ基本多分遅延スキラーの立ち回りでいいんじゃない？はい、美味しいですね。ごちそうさまです。初手ゲーバラリーやってんじゃねえよってこう、怒られますよ、あなた。まあ僕が今これね、宝石もトルネもなかったらちょっと、おこでしたけども。まあ宝石もトルネもあったんでね、ごちそうさまですっていう。うん。さあ、アイウィズにタゲいってほしかったな。母石ホバーラバルなんですけども、ちょっと違うラバルですね。ね、今のこれだって全部エリジャイで引き殺せちゃうんですけどね。スキル打ちますか。これ打ってもおもろそう。突破したいで、エリジャイ意外とで、ね、ババが天敵なんですよね。でもこれさ、ババもスケドラも咲いてからさ、あーやなめか。いやでもそこそこに入る。オッケー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 。さあ今回は、まあラバルで、まあまあホバスケドラとかエレジャイでね、倒せるから、とか遅延スキラって、言ったらラバきついじゃん。エレジャイにすることによって、ラバに対して勝ちやすくなる。熱い。いやー、熱い気がする。まあ言うて、バルーン作られたらもうきついけどね。うん。いや、斜めだったんで、まあ、ポイズンあと張るか。エレジャイでもいいんだけど、ポイ張りでもいい気がする。あと、延命したい、このアイビズ。さあさあさあ、まあ、ここに関しては今んとこ普通の遅延スキラミットがある。ああ、今、ザップ打ってきたのか。ザップ打たれるとちょっと怖いね。まあ、でも、エレジャイ組めば、間違いなく俺の方が有利だと思うんですよ。これ嫌ですね。さあポイズン貼って範囲でしばきたい。このバルーンをね、アイウィズベビの無理やりポイズンのとこに戻して、よしよし、まあ今のところただの遅延ですけど、でヤザップくんね。でこれは、まあ、やっぱケツから組んでアイウィズベビ範囲でしばいていくのが正解と思いきや、あのバルーンが意外と嫌だね。うん。まあ、やっぱうまいこと範囲をでも使いながらかな。これさ、ワンチャン。耐えれる。いやー、でかいでかいでかいで、ガチで耐えてる。ガチ耐えてる。なんだこれは、スキラを行くのか、エリジェを行くのかみたいなとこある。いや、思ったよりユニット残ってねえな。一回粘り、一回守る。で、これはエリジャ行きたいね。ガチで。で、ババかな？多分高めババだと思うんだけどな、さすがに。さあ、宝石。まあ、スケラ打って、スケドラはエリジャにさよならしてほしい。いや、もうちょっと取っとしいな、ダメージ。一回おとなしくボーボーします。確実にね。今回ってディガーとかもないんで、2周目来る。耐えれはする。で範囲で、ガチで範囲、いや範囲頼む。いやガチで耐えてる。なんならもうこっからエリジェイ出さなくてもいいかもね。遅延スキラで戦います、僕。のもできる。よしよしよし。こっから遅延スキラ。ババが意外と強い。サイズ回すか。回したいね、いろいろカード。マジで範囲が強えな、マジ。アイウィズベビの。よしよし、遅延スケ、タイブレイク、タイブレイク、相手、ヤナメザップでしょ？さ
最終的に俺がこれポイズン打てれば熱そうだけど、よし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 、エレジェイガチで邪魔だったな意外とどうなんだろう、最初ってエレジェイのおかげでさなんかいい感じになってたのかな。これエレジェイでもなかったら勝ってたかな、どうだろう。ラバル、なんかエレジェイなくてもワンチャン勝ててた説もありそうだけど、まあエレジェイのおかげであって勝ってるのは間違いないので、さあ、いや、よかったな。意外とよかったな。こういうのライトだったら多分きつかったですね。やっぱポイズンなのかな。まあなんかこう、守れるのもいいよね。このエレジャイが。わかります?これがだって、ジャイとかだったらさ、その、ダメージ受けるだけじゃん。ジャイが。ただただ。その、ね、エレジャイだったらカウンター持ってて、相手のね、ユニット攻撃してくれるだとか、それはちょっとね、いいっすね。まあ他だったらラムライダーとかね。その守れるし攻めれるしみたいな、ラムスケラってことよ。ワンチャン。さあガゴファイブですね。いや暇すぎるね。暇すぎのベビースケラぐらいやっちゃいたいね。プリンス。いやプリンスガゴファイブもジャイぐらいしかないよね。メガゴ来たらやだな。ポイズン来た。これ一旦低めの確実防衛。サイクル的にね。おい、怖いね。ジャイプリ?マスケ三角だったな。マスケだったらちょっとレアだな。プリプリマスケ。さあ、怖いのが来た。まあ、でもこれ今プリンスいないサイクルでしょ?足前ジャイしたら熱そうだけどな、これ。エリジャイ。さあ、これだけで。なんか強そうな形ができた。で、ガゴだったっしょ。アイビズにガゴ当ててくるかな、これ。当ててきます。まあ、アイビズ行かれたけども、まあまあまあ。このベビーが結構強くて、相手マスケ出さなきゃ突破できなくて、その低めマスケは、あ、マスケボンバー?あ、マスケか。よし、ポイズンでさよならして、よしよしよし。殴らめっちゃいい、殴らめっちゃいい。ガチで。今んとこ、何デッキなんだこれ。俺エレジャイなのかスケラなのかもすごい、まあエレジャイか、今んところエレジャイデッキです。スケラの足はまだ打ってません。うん、まあだからこんな感じでね、どっちかに化けれるっていう、どっちかで戦えるっていう、これがちょっとねやっぱいいのかな。さあ、まあエレジャイ同裁はなかなかシビアかもしれなかったなこれ。際でしたね、佐藤。まあ、最悪スケラ防衛とって感じかな。おお。さあ、あのプリンスはね、やっぱ倒さないと僕は危ねえことになっちゃうんだよね。どうなんだろう。まあ、言うてなんか、やっぱ遅延スケラのこの残りというのか、防衛がやっぱ硬い。ね、ここに関してはもう遅延スケラなんですよ、ぶっちゃけ。そうそうそう。いや、スケラ打ちたいけどな。これちょっとやったかな、俺。ちょっとやったかもしんないですね、僕。で、一旦、気合の、スケラ防衛。さ、780でしょ。うん、まあ、それは多分ね、止まるはず。相手、ザップが、あったんか。まあ、ザップがあったのはあったが、男の許容をしながら、おとなしくさ、エリジャイスケでゆっくり行ってもよかったんだけど、もう俺ぐらいになるとね、もう打っちゃいます。はい。打って、あとはもう、祈ります。いや、エレジャイが届く。あれ?なんかあるな。なんかいいぞ。いや、エレジャイさてはいいよね。だから、エレジャイが一応防衛カードというか、守れる役割を持ってるからね。まあなんか、攻めすぎず、守りすぎずをこう、なんかええ感じにできればね、なんとかなりそうな気がする。まあ、エレジャイスケラ、最後はエレジャイスケラ行けば多分いいんですけど、序盤はまあ、どっちかでいいっていう。さあ、これ。
暇なのでマジでポイズンかな。うわーすごい、ヒーラー来ちゃった。いや結構いいトレーニングしたな。さあヒーラームート、これ5例の方ですね。中身がなんか重かった気がするんだよな。全部が5個数みたいなデッキ。スランバーゴルナイぐらいいてもおかしくなさそうだけど、どうだろう。まあ、ヒーラーいないいないターンのエレジェはね、結構刺さりそうだけど。ヒーラーいると、やっぱエレジェもね、相手のユニット回復させちゃうんで。さあ、ファルチか。ファルチ、まあ、ライドラとかかな。まあ、ちょっとダメージ稼いでほしいな、エレジェイ君って感じで。いや、意外と入るな。いや、マジ、タルババスケラとかやりたいけどね。いや、ファルチ入っちゃうな、これ。つえ。まあ、来ないか。ゴレ、展開してきたら、ベビースケラぐらい行こうかなと思ったんですけど、展開してこないですね。始まえライドラ、来ますよね。でも、墓石のせいで回復されちゃうのやだな。されないか。ここも下げてあげて。マジ、トルネも一応ダメージあるんだね。まあ、ここで壊れてくれたら全然いいよねって。で、スケラ打ちたいけどな。ヒーラーが嫌なのもあるが、打ってもいい気がしたけどな、今。そう。一旦捨てなんだな、これ。まあ、僕はベビトルネポイズンで守っとけばいいっすね、ぶっちゃけ。遅延スケラなんで、一応。いやだ、ヒーラーだけ嫌だね。墓石のせいで回復されちゃう。さあ、しっかりね、ユニット離して。鬼のキング起動。これです。エレジャー俺端前出せば結構熱いもんね。相手一旦防衛来たっすね。そう、ヒーラーこれ。あ、今俺端前エレジャー行ったらさ、あんなら終わってたかな。マジ悩んで棒っぽい。で、これ取るねっすね。ヒーラーで回復されるの嫌なんで。そこライドラ消えればもう全然怖くない気がする。なんかめっちゃヒーラー頑張るな。俺とかヒーラー使ってもそんな頑張ってくんねえんだよ。さあやっぱでも遅延スケラだからやっぱ防衛はそこそこに硬い。これやった俺もしかして。でも相手これトルネ使わなきゃさ結構入りそうだけどな。さあ落ち着いて結合例。これベビースケラでさ終わんないかな。すげえめっちゃ回復してる。あマジで防衛がカタカタで守れそう。ボーボーしてスケル打っとけば今。いやマジで耐えれそう。でもキワかファルチがねブン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 回してんのあれ釜を。いや防石がねガチで強い。そうスケル打ってやばい。これおしまいのあのムート押してる。まあでもスケル打っとけばなガチで強いもんな。あーキワキワキさあ耐えた耐えましたね。いやー、まあ、これは、エレジェイだったら多分ね、きついのかもしれないんですけど、で、ライトだったらか、ポイズンだったから、まあ、ベビーポイ、遅延スケラがま、強すぎる理由ですよね、これが。まあ、なんで、本当に、ベビーポイかな、ベビートルネポイズン、あれば、ガチで何でも止まるぐらい硬い。まあ、アイウィズとね、アイウィズベビー。
やっぱ5年間ずっと存在し続けるチエンスケラ、もうそれあんぐらい強くないとねっちゅう話か。まあ、エレジェはマジで、まあ、さっきでも言うてダメージ稼いでくれたっすからね、エレジェも。うん、さあ暇になるな、これ墓石でいっか。スケベ墓石はね、ラバーなのかな、でもあんま見ないけど。さあこれでもなんか一本降りたいな。よいしょ。いやスケラは打たなくていい気がするな。アイビズぐらいでちょうどいい気がする。いやトルネ使いてー。うん、さあエリジェが、あーそういうことか。さあラバクロです。いやー耐えてほしい。ポイズン頑張れ。いやー頑張った、ガチで頑張った。いやでけーこれこれね、多分遅延スケラだったらまあどうだろうな、言うて勝てる。まあラバ遅延スケラ VS ラバクロってまあどっちもどっちみたいなとこがあるんですけど、まあ、ぶっちゃけ初手芸次第では本当に遅延スケラボコボコにされるんですよね、ラバに、うん、ラバクロにね。そうなんだけどエレジェでやっぱこの1本折れてるのがガチででかいっすね。うん、スケラだったらこんなに簡単に1本折れないんで、いやこのマジエリジェイスケラの強みが今出てる。これにホバが来る、ビビでした。いや外れたの痛。でもサイウィズね頑張ってもらって、違うそっちを向くんじゃないのよね、ホバリングくん、まあ、ポイズン貼って、よしよしよしいやーこれガチで熱いなー、マジで鉄壁だもんね。であいつはもうファイブで行かれるんで、ちょっとパッパ出しちゃってもいい気がする。でこれは守らないにするか。で確実にスタイルのカウンターにつなげたいよね。うん、まあスケラをね打ったとてみたいなところはあるが、さすがに打ってもそう。でポイズンまで打ってあげて、よしよしよし、いやいい、マジでいい、マジでいい、思ったより順調。あーそれやばい。まあ、トルネをしっかりしてあげて、んにょーげーい、オッケーオッケー。いやエリジャーいいスケラー強いやん、オッケー、いいやんけ、めっちゃいいやん。組み合わせとしてはなんかね結構悪くない感がありますけどね。さあということでエレジャインスケラくんね、やってみたけどなんかラバスケラとまあ同じぐらい悪くない気がしましたけどね。まあぶっちゃけほんと遅延スケラの1枚変えてるだけなんで、まあある程度の完成力がある元でのエレジャインなんでね。なんか他にやるとしたらなんだろうな、なんかまあロイ守れなくなるかな、まあホグとかなんでもまあできそうではあるけど、まあ本当に無理やりだった3死とかもね。そう、ちょっとその辺もまたね、やってみたいと思います。よければチャンネル登録、高評価もね、お願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。